ブルーのミニポットレビュー。えっ、ー、とですね、これさ、ブルーのかブルーのかそもそも読み方に自信がなくて読めない人とか結構いると思うんだ。私も最初見たときそうで結構キッチンのキッチン用品とかえなんか良さそうなデザインが良さそうなのこれ出てきたんですね。 で、これ、実はですね、私、あの、これ、株主優待でいただいたんですよ。いただいたというか、交換したんですね。イデアっていう会社の株主優待ね。どうも、このメーカーって、イデアが、えー、なんかこう、輸入販売かなんかしてるみたいでね。えー、で、これです、これ。で、な、なんでこれなのって思うでしょ。あのですね、実は、うんと、まあ2、2個持っているのね。 ちょ,ちょ、ちょっとなんかこれ、ちょ、ちょ、ちょっとなんかが、あれだな。ちょっとビジュアルが、ちょっと、笑けるな、これ。いや、これだけいきなりさ、箱から出しちゃったからさ、ちょ、おい、何やってんだよ。ダメだよ。バカなこと考えてんじゃないぞ、お前。ダメだ。ダメだ。変なこと考えた、お前。お前は、ダメだ。と <laughs> <laughs> いうことで、 え、こちらですね、もう、あの、レビューとか言って開封して、まあ、分かってないだろうとかって思うでしょいや、でも、これ愛用してるんです、今。でね、あのー、実はですね、先日、ここがですね、ここ <laughs>。<laughs> <laughs> これ、こうなんだよ。こう見たらそうでもないあのね。こう まあいいや。え、先日ですね、これ、これ、多分緑のがついてたんですけど、これがね、取れちゃって、しばしね、困ってたんですよ。ね、なここからさ、お湯入れるか、あの、これ、冷めてから、なんかこう、開け、開けるか、こうやって開けるかとかってって、ちょっとうすら不便な思いしてたんですね。で私、必ず、物はですね、 あの、こういう、こういうあの、消耗品というか壊れたらすぐ困るやつは2個買うようにしてるんですよ。すべて、すべて。だいたい、のもの2個、2個買ってるんですよね。あの、本当にこれね、安いやつ、あの、ま、一回ティファールのあの旧式のやつでずっと使ってたのがなんかあの壊れちゃって、 多分落下かなんかで壊したんですけどでもなんかその後にあとに、まあ、やっつけでなんか株主優待で交換したやつ安いやつだとこうなんかあの電熱機のさこうなんかぐるぐるしたやつがあるやつってすごいなんかそこから鉄鉄臭いっていうかすごいなんかあのもうその左右が飲めないような感じだったりとかしたりとかもうそれでダメとかあとセンサー買ったのはね あのだいたい未然には切らないでなんかそのあんじゃんあのなんか株主優待でさ、えー、ビッグカメラだのなんだのの優待券握りしめてこのか買いに行くんですけどその時にあの。 買ったやつ、4000円くらいのやつの、ティファールのやつの最新のモデルは、これ落下すると、もうすぐなんか壊れちゃうんですね。デリケートで。でも、こちらのですね、ブルノのやつはですね、ものすごくなんかの丈夫なんですよ。おもうと、とにかくうちテーブルの上にこれ置いててで、すぐなんかこう足とか引っ掛けてバーンってこれ落っこっとしちゃって落下するんだけど、落下して、 丈夫。あと、この部分とかも、すごくあの、良くて、これ、これでね、うん、あの、やるんですけど、すごくなんかあの、あとね、お湯が沸くのもあれ、昔のティファール神のようにお湯沸いたんですけど、それに比べると沸く時間は、ちょっと若干イライラするけども、 でも一番なんかのちょっと嫌なのはその落下してすぐに壊れるっていうのが一番嫌だったのでで何気にそう困ってた時にその株主優待でこれが選択できるっていう時にですねこのブルノのもうなんかイディアの株主優待って結構な金額のあの商品を選んでくださいみたいなただねなんかねそう取り合いみたいな感じで品がなくなったら ないですみたいな感じで結構ね、伝達したりとかするのがすげえ苦労した。しでネットも、ネットで注文するときも、その、スタートダッシュはつながらなかった。回線が混んでたりとかして、希望のもの。希望のものは何を頼んだかというと、なんか洗濯を欲な,なんか洗濯カゴみたいな。なんかこう洗濯物のタオルとかを収納する、 ちょっとその箱とか、あとはその株主優待じゃなくてなんかほらあんじゃ、検証で当たった。検証でも結構このブルノの、ブルノのシリーズはすごいなんか人気で、結構いろいろホット、えー、プレートみたいなやつとか、あとあれはなんだあ、トースターみたいなやつとかあるんですけど、ホットプレートとかの、あの、鉄板が仕切ってあるやつとか、あのガラス蓋とか、 なんかそういうのとかがあって、なんか金額分いろいろ選んで、えー、なんか買ったんですけど、あのー、これですね、実はあの、この、こ、<笑>,笑うなって感じなんだけど、この部分がですね、ちょっとあの、落下して、もう何でも落下すんのよ、落下すんのよ、ね、うちね。うん、しょうがないじゃん、うちのチビがそういう感じなんだもん、もう。本当に、一人の、なんだろう、う子供、多分ね、 おとなしい女の子が一人と、やかましい男の子十人と、これね、子育て全く違うから、本当に。すげえ大変なんだから、もう週末の金曜日とかもぐったりしてて、すっごい疲れてて、もう誰とも話したくなくて、一人で会の、会に閉じこもってたんですけど、 今ちょっと復活したんで、ちょっと動画を撮ってます。それでもうこれダメだと思ったのももう、そしたらさ、なんか <laughs> 今見たの、ふと。ふと今、今ちょっとお茶を沸かそうと思って、お茶って言ってもルイボスティーなんですけど、それを作ろうと思って、これを見て、まあまあおつ、お茶、こうやって外して、入れて、沸かして、こう、こう出す分にはこうやってやるからさ、ずーっとやるから全然いいんだけど、 まあじゃあ難点といえばティファール側はここにすぐに注ぎ口があるからダイレクトにアプローチできるけどこれの場合はこんな感じ夜間の夜間のこんな感じになるんでちょっとなんかこのんななんバリスタみたいなイメージなな私ねバリスタって言ってもなんかその自分の言葉で勝手にイメージしてるだけなんですけどちょっとこの注ぎがちょっとアプローチがちょっとなんかうん なんかいまいちって感じなんですけど、でも全体的に言ったらもう落下しても壊れないの。すごく良くて。で、もう笑けるのが、ここ困ってたら、今見たこれだよ。あの生茶の蓋生茶の蓋。これ私一個さ、昨日、バーコードの紹介してた時に、生茶蓋なかったじゃん。なんだよとか思、ちょっとイラッとするねそういうことって。だって一人で、 自分の意識とは別にどっか勝手に持ってっちゃうから、ちょっとイラッとしたの。昨日のあの、バーコードの、えー、検証の動画を見ていただけるとわかるんですけど、私がバーコードを紹介するために取っといたペットボトルの蓋がなかったでしょそのなかった蓋が実はここについてて、普通にこう、こう見た時に、こんなもの乗せてちょってってこうやってやろうとしたら、こっついてんだよ、俺。 すげえなと思って。ちょ、ちょっと、あ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 、かこ、こんな感じで取れちゃったんだけど、<laughs> くっついてたんだこれが。すげえ発想とか思って。いや、だからといって、あ、取れるわ。要すこれがさ、こういう発想が、すげえなと思って。まあ、イライラすることも多いんだけど、もイライラしてるんだけどさ、 たまにこうヒットかますんで、ホームラン級のヒット。ああ、困って、る時に、こうこう、ちょっと、あ、やんま役立ってねえな。<laughs> やんま役立って。あ、あ、3回に、あ、2回。ちょっと待って。もう一回やってみようしー。あ、開くわ。3回に1回しくじる程度のアイディアアイディア商品もう一回やってみよう。開くか。開くわ。あ、開くわ。あ、大丈夫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 。やり方が悪,悪か悪かった。 こんなことをね、やるんですよ。ちょっとそれを言いたかったのと、この、まあ、これのレビューですね。うん、<laughs> これすごくおすすめで、これ、ね、あのー、この、結構いろいろ家電ってさ、地味に、 あの、壊れるじゃないですか。あの、予告なく壊れるんだよ、家電通のはさ。で、これくらいの4、5千円レベルのものが壊れる場合には、あんまりこう、こう、まあ、結構それでもダメージっちゃダメージだと思うんだよね。1ヶ月に決められたお金で予算でやってるカツカツ家庭、家計とかだったら、きついと思うんですけど、でも、結構ね、 壊れるとき連投して壊れるから。それっていうのは基本的に、あの家電を、例えば結婚して家電を買うとか、一人暮らしで家電を買うとか、まあ、そこからスタートして大体10年で家電って、あのもう壊れる、もうもう、もういつ壊れてもぐらいのモードに入ってしまうので、もうその、買ったときからもうこま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 その家電のための備蓄をしていないと、こういう、 あの、ちょっとした壊れた時とかにお金が回らなくなって困るという話ですね。で、こういうものに関しては私これ、あの、その、ビッグカメラかなんかで買ったりとかしてる時は割と安、安めに、まあまあまあお金を自分の自腹使ってないから、まあこの、なんていうのかな、あの、まあまあ買ってどうのって思うんですけど、中途半端に5000円ぐらいで、まあ中途半端な やつを買って、で、その場をしのいでて、なんか、早かったのがね、二日ぐらいで落下して壊れて、もう一回買ってって言って、最初、ドンキでも買いに行ったしっていう感じ。でも、ドンキとかって選べないから、もう、ある程度売れ筋商品とか、あとはもう、売りたい商品が、 その、割と安い価格で置いてあるとか、だから、こういう、もういろんな家電量販店みたいな感じで選べるような感じじゃなくて、それを買っても、もうお湯、とにかくあの、お湯はなんかガスで沸かす方が遅いじゃんか。これの瞬間で、その一番最初のやつはすごく良かったんだよ。でも多分なんか安全性とか、その、いう感じで多分、 その瞬間に湧く系の t ファールは今もう出回ってないと思うんでちょっと時間がかかるタイプとかになっちゃってまあいろいろデザインとか時間とか容量とかまあそういうのでまあやっぱり値段払えばってところなんだけどでもやっぱり落下にはどの機械も弱いかなみたいな。 でも、これ、落下に強かったから、結構、ね、ちゃっちくなくてけ、結構重くてね、いいんですよ。で、こういうのとかってね、あの、壊れた時に、すぐ必要でしょすぐ欲しいでしょだって、今さ、カップラーメン作ろうと思ってたのにさ、これ、落っことしてさ、あの、壊れちゃいましたって言ったらさ、<laughs> 次これがあるからって言って、スッとこれ出せるわけじゃん。で、私もこれも あの、疲れてるからさ、この道いち,いちやってらんないわ。ちょもう,もうこれに買い替え、あ、買い替えっていうか、買い、買い替えたわけじゃないけど、あの、ストックがあるやつで、これって言って、もう、あ、もう、でも、頭の中ではね、これだけな、これだけ、こっちに装着しようかと思ってたあれ真剣にあるとダメなんだな、これ。あ、こうやって、ね、コツがいるんだな。これ、これをこうやって装着しようと思ったんだこれ、これだけ。 こいいつかから取ってら取ってて新しのこれだけ使ってやろうと思ったんだけどまさかこれになってると思わなかったよこういううーんななんか才能あるなあいつ。ということで、えー、これちょっとお湯沸かそうと思ったんだけどちょっと感動してさ今ちょっと緊急に動画を撮りましたでもそれだけかよって言ったらさちょっとあのあれなんでちょ,ちょっとねあの検証の面白い 当選品を紹介したいと思いまーす。今日はそんなに長話しないからね。ちょっとだけ付き合ってね。これ。チョコモナカジャンボのクッション。抱き枕っていうのかなこれ。ここ結構大きいんですよ。抱き枕。えっ、ー、と、これ、これ、これが、なんだこれ。チョコモナカジャンボ、バニラモナカジャンボ、オリジナル抱き枕。これ結構くだらないの当たってんの、これ。この こ,れこう当たってんだよ盛りな,がらのこんなのさ、こんなのさ、あの、何、に抱いて寝てたらさ、寝る前にアイス食いたくなって仕方なくなっちゃうじゃんね。だって、目にさ、これ見ちゃったらさ、思い出して食べたくなるじゃんか。なんか、ちょっと気になるというか、ちょっと、な、なんかこれ、んなんか使うかなとかって思ってずっと。 と、取っといてるんだけど、どうですこれ。寝床にさ、これ置いてあったらさ、食べたくなるじゃんか。これ絶対なんかダメだよね、こういうの。あの、自分の目からさ、こういうなんかの、そういう、ゆなんかこう、誘うっていうかさ、なんかこう、食べちゃだダメみたいなものをさ、こう、連想させるようなものうん、置いたらダメだと思うんだこれ。どう思いますどう思います うん、まあまあ、まあ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 私がさ一生懸命こうあの痩せようと努力してるのに全く、ま、の同じハリネズミでもさあっちのハリネズミの方は太りたくてしょうがないらしいよね。なんか医者に「痩せすぎだから太れ」って言われてるらしいと真逆なさ悩みを持ってるっていうさその真逆なこの凸凹コ,コ,コンビがさ あれ、あの、こん、あの、話するとむちゃくちゃなんかあの、いいね面白いので、今度ぜひ、あの、ライブとかに来てみてください。え、でもう一点、せっかくらいに紹介します。これもね、どう、うちチビにね、これ、これ当たったのね。ベビースターラーメンのこれ。ね。ねね。チビにね。まあ、これなんか3種類の中から選ぶんですけど、あの、これ、これ、これ、いいっしょ。私、すごいなんか、 こうやったーとか思ったんだけど、でも私がうわこれしょうがないよ。だって嫌じゃん。恥ずかしいじゃん。こ,れしょこんなしょってたら。私がこれしょってさ、電車とか乗ったりとか、街歩いてたら絶対なんか、あこいつ、こんなばっか食ってんのかなって。絶対食ってるとか言われるからさ、食わねえんだよ、そんなに。うん。で逆にね、あの、太りだくてしょうがない。あいつ、あの、同じ、アリーネズミのあいつはね、 量食べてたよなバナナ10本とかさ、なんかこれライブやりながらいあないきなりバナナ10本ぐらいとえぇ、ー、って私バナナとか食べないし、基本的に果物あんまり好きじゃないし、好きじゃないものがすごく多すぎるんだよね、こだわりも多いし。うん、で、これなんですけど、あす,すぐ、すぐそういうさ、なんか私がこう,こういうの持ってるとさ、食ってるとかそういうなんかデマ流すやつ。 おめえな、めえ、これ、やろう。ちゃんと、ちゃんとさ、湿気から言えよ。あんまり、もう、もう、ほんとなんか、ほんとなんかゴキブリみたいだからさ、作りしないとなと思ってるんだけど、なんかもう、今ちょっと忙しくてさ、まあ、今年なんか撮っても、これ結構いいですよ、これ、これ、これ。 うん、なんかしっかりしてて、でも、コカ・コーラでもね、リュック当たっちゃったから、そっちのを愛用してるんで、ちょっとチビね、これ、嫌だって言うんだよね。お年頃なんですかね。こ嬉しいだろって言って、嫌だ、ね、こんな恥ずかしいとか言って言われちゃってさ。人がしっかり当てたのにさ、んーと腹立つ。甘立つ甘立つっていう、そんな感じです。本日は、 ちょっと短いながら、えー、レ、レビュー動画っていうのかなこの検証の当たったやつの、なかなかいいよーとかいう感じと、えー、この、<laughs> これだよねこれ。これですよ、これ。これのね、ちょっとレビューをさせていただきます。この回数ちょっと、ど、どうどう私のレビュー。ちょっと、なんか、一部不適切なところがあるとか言われたらやだな。完璧とか言ってくれないかなあの、<laughs> <laughs> なわけにいいやな。まあまあ、でもさ、あのー、面白いって言われるんだよ。なんだか知らないけど、私全然なんかあの、自分で面白いことやってるつもりないんだけど、すごいなんか、誰かと、そう、そう、結構気安く話しかけられたりとかして、話とかしてると、すっごい面白いですね、とか言われるんだけど、いやすっごい面白いことそんな言ってるつもりないんだけど、 面白いですねって言われるんだよね。ああ、なるほど。だから、こんだけおしゃべりになるんですねとかも言われるけど、ああ、なるほどってなんだよとかって思うんですけどね。なんか、なんか、なんかギャグ、ギャグというかなんか、うん、多分なん、特にね、あの、医者受けがいいね。医者受けが。うん。うん、なんか医者受けっていうか、医者の最近なんかこう、ね、 医者の方ってさ、こう、丁寧に説明しないとダメじゃんか、特に。開業医の方なんて。そううの昔はそんなこと説明しなくても、わら、お前はこれなんじゃ、この薬飲んどけみたいな感じで、もう、武骨に、シュッこう、流れ作業みたいだったけどさ、今さ、もう、歯医者とかもバカ、丁寧に説明した、その工程がどうのとか、次回いくらぐらいの予算がどうの、こうのとかって言ってきたりとかするじゃん それでだから会話の時間がすごい、コミュニケーションの時間がすごい長いでしょ。で、そのなんか、なんか、なんか言っちゃうんだよね。私ね、人の一言、その時に。で、そうすると、その、まあ、あまりそういう面白い人との、まあ、付き合いもなく、一生懸命勉強して医学部を出て、えー、こう、真面目にこう、生きてこられた開業医の、えー、若い開業医の方々はですね、 私のその一言にですね、大爆笑するっていう、なんか、なんか絶対私のこと絶対笑い芸人だと思ってんだよ。あの、女芸人みたいな扱いで、あの、思ってんだよ、多分。多分、多分思ってるよ、絶対。うん、で、だから、それか、あれだね。いや、なんか私さ、海外生活が長いんでさ、ああ、メキシコだね、プロレスじゃねえよとかさ、思ってんだきっと。 うん,うんあでも今回ねちょっとまたちょっと歯医者行くのを忘れてなんかあちょっと <laughs> ちょっと本当にねなんかすっぽかして申し訳ないなと思うんだけどもう本当なんか忙しくてなんかもう毎日がね慌ただしくパッパッパ,パ,パタって過ぎるんです本当にもうこれもだんだん長くなってきたんでもうそろそろ締めに入りますけど えまあそういうことでですね、子供のこういうところ、こう、うまくは言えないですけど、こういうなんかこう、柔らか頭みたいなところ、なんか評価していきたいなと。まあさっきもなんかいろいろね、うちの桜の小屋を、なんか、なんかハサミで間違ってるんだよだ。結構や,やり方とか、なんか立ちばさみみたいなハサミでさ、木をさ、 なんか、かさみでクってやってんの。もう、もう見たらさ、もう、こっちとしてはもう本当になんかもう、やめてって、そんなん手とか切ったりとかさ、怪我したら嫌だからもうやめろーみたいな感じでも怒って、うん。まあ、それは怒らなきゃいけないじゃんか。その、素晴らしいねって桜のために一生懸命立ちばさみで、サみで切れるわけねえだろ、お前。このバカとか言って。 なんでそれ隠れてそんなわけわかんないことやってんのって、でも本人的には気を利かせてやってると思うんだけどね。まあそこら辺、まあ毎日毎日、まあいろんなことがありますよ。とにかくね、あの、おとなしい子一人と、ものすげえ、もう、あの、手間かかる人とか、まあその人間なんでね、人間、人間なんで、その、 その個性っていうのはその人その人にあるわけなんですよ。だから今むちゃくちゃこうわ悪いと。で、目も目もこう向けなきゃいけない。手もかかる。なんだ、ハンっていう子っていうのは大体大人になった時にもう結構なんかこう手かかんなかったりとか。まあその逆でね、今手がかからなくて大人しくてうちの子そんなことしないんだけど、ええーって言ってるような子供は 帰ってこれね、大人になった時にね、むちゃくちゃやめてーってなると思うんだ、私は。それが、先に来るか、後に来るか。まず、その話だと思いますよ。てか、すべてにおいて、なんか必ず、なんかこう、ポジティブなことも、 置いておくことが大事。だから、例えば、こう、あ、なんかこう、ムカつくなって思うことがあっても、でもこれって、みたいな、その変換して、なんかいい要素に、こう、持っていけるような思考力、ポジティブな思考力を身につけておくと、まあまあ、その時には、その、それなりに腹立つし、ムカついて怒ったら、結構ダメージが来るんで、疲れたり、ぐっと、そこ下がったりとかするんだけど、 ポジティブなことを、でもなんとかだ、でもなんとかだっていうのを考えると、まあ、復帰も早く、まあ、まあ、そんな感じですわ。ということで、えー、ちょっといつもよりも短いですけれども、えー、この、えー、レビューを終わらせていただきたいと思います。